ジョン・アンダーソンジョン・アンダーソンは、スコットランドの解剖学者、動物学者である、インド博物館の学芸員を務めた、エディンバラで生まれた。父親は、スコットランド国立銀行の職員であった。兄は、カルカッタ王立植物園で1861年から1863年の間働く人物で、アンダーソンも若い頃から博物学に興味を持った。 銀行員として働いた後、エディンバラ大学で医学を学び、1861年に卒業した。ジョン・グッドサーの下で解剖学を学び、1962年に MD を得た。エディンバラ大学のフリーチャーチカレッジで博物学を研究し、スコットランドの海岸の海洋生物に関する論文を発表した。1864年にインドに渡り、 1865年にインド博物館の最初の学芸員となった。哺乳類標本、考古学資料の目録を作り、1867年まで学芸員を続けた後、ジェームズ・ウッド・メイソンの後を継いで博物館の監督官となった。新国、ビルマにしばしば最終探検を行い、ハリネズミ科などの動物の比較解剖学的研究を行った。 メルギー群島のセルング民族に関する民族学研究の著書もある。アンダーソンの集めた植物標本はコルカタやキューガーデンやロンドン自然史博物館に残されている。1879年に王立協会のフェローに選ばれ、1885年にエディンバラ大学から名誉博士号を受けた。1886年にインドでの仕事から引退し、 イギリスに帰国する前に日本を旅行した。後にエジプトの動物学標本を集め、エジプトの動物学ズーロージー・オブ・エジプトを表した。フクロムシカの種サクリーナ・アンダーソニー・ジーハードに懸命されている。ありがとうございます。